ありがとうございました。そうですね、まず初日 500m で、まず優勝できて、安心しています。そうですね、最初の100がちょっと多分硬かったと思うんですけど、その後はまあ伸びのあるスケーティングできて、はい、良かったです。全日本スプリントが29まであって、でそこからすぐ移動したんで、なかなか疲労は多分残ってたと思うんですけど、そこは表情はあんま乗らないようにとかして調整しました。そうですね、やっぱりインカレは大学対抗なんで、まあ、自分が率先してやっぱり点数を取らなきゃ勝てないと思うんで、まあ、大学としてもやっぱ3連覇を今シーズンは目標にやってるんで、緊張感はだいぶあったんですけど、まあ、とりあえず優勝できて、ほっとしました。そうですね、まあ、でも集中手段であんまりもうわーっとしか聞こえてないんですけど、まあ、聞こえました、はい。そうですね、これ今シーズンはもうここから後半戦がだいぶいろいろとあるので、まあ、そこでまず世界大会でいい結果を表彰台とか乗れるように、頑張りたいです。自分の目標は、まあ、とりあえずこの後半戦で世界大会で、表彰台に上るっていうのが目標です。